それでこう開けてあげます。通常よりもこのシーマスターに限っては厚い電池になります、これはもともと入ってた電池と同じ型番というかの電池を入れればいいということですよね。 そうです。それをしないと、電池が浮いちゃって、接触不良を起こして動いたり止まったりっていうのをしちゃうんです、通常あの電池ってムーブに対して平でスライチで入ってるのが普通なんですけど、中にはこういうふうにイレギュラーでちょっと大きめに厚い電池を入れて、あの電池寿命を伸ばしているような感じですかね。厚みが違うって、中の容量が多い、その分電池が長持ちする。これはあの一体型じゃなくてこの個体として存在するものなので、それはネジで止まってる。車の場合だったら、電池押さえが折れちゃったり曲がっちゃったりしたら交換ができるということになってる。単体なんで、個体で存在するんで、で、これ今うまく止まってるんだけど、あの電池の種類によっては同じものなんだけどすごく外れやすいのもあるんですよ。そういう場合はもうこれで押さえてしまうような感じで、中蓋でこう押さえてしまう。ちょっと浮き気味になりそうなものも、それは個体差ってこと。そうですね、電池のメーカーのあれによって作り方が多分若干、この要はこのカーブの部分、この部分のここがちょっと丸みが強いとやっぱ外れやすいと思う。成功の電池だったら角張ってるからしっくりくるとか、そんな感じですね。基本的には同じ型番のものを使っていれば問題ないです。ないですね。で今動いてますね。じゃあこれを入れちゃいます。これね結構持ってる人多いだろうからね、お値段ね。で、OK。電波時計に合わせて。したら、この日付を合わせるときは探検火曜送りです。これで完了です。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。